はい、では、今日も社長の仕事365日チャレンジを始めていきます。今日はですね、156日目になります。今日は働く時間を3分の2にしようということですね。3分の2にしたらですね、会社回らないんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけども、ちょっとこれには理由がありましてですね、それについてお話をしたいと思います。で、個人的なことを言うとですね、今年ちょっと家族がですね、増えまして、半ば強制的に働く時間をですね、削減せざるを得ないという状況になりましてですね、実質私が独身だった時からするとですね、だいたい今働く時間って半分ぐらいに、しています。で、昔はですね、結構ワーカホリックだったんで、1日12時間ぐらいは余裕で働いていてですね、例えば朝の9時から仕事をしましてですね、夜の10時、11時ぐらいまでは全然やるのが普通だったんですよね。なんで、大体12時間ぐらいは働いているという状態でした。で、今はですね、大体6時間ぐらいですかね、そのパソコンに向かって実際に作業している時間は大体6時間ぐらいになります。で、午前中ですね、3時間で、午後3時間ぐらいですね。で、私の場合、朝、大体5時に起きるので、仕事を始めるのがですね、パソコンに向かうのは大体7時、8時ぐらい。で、そこから、お昼前ぐらいまでやりましてですね。で、ちょっと昼寝をしてですね。で、午後3時間やって終わりという感じになります。なので、6時間ぐらいかなということで、半分になっているわけですね。で、実際働く時間半分にしてどうなったかというとですね、実際のところは、成果はね、全然前よりか上がってますということなんですよね。なので、この働く時間を減らすことで、意外と成果はより多くなるということなんですよね。で、いきなりですね、半分に減らすの難しいと思うので、なので今日は3分の2というお話をしています。で、なんでですね、働く時間を減らすとですね、成果が上がるかという話をしていきたいんですけれども、まず、ほとんどの人は、その働いてる時間のですね、何十パーかは、成果を出してない仕事なんですよね。これはフェイクワークって言われていて、偽の仕事っていうふうに言われてるんですけども、例えばですけども、ネットサーフィンをしていたりとか、全然関係ない記事をですね、見ていたりとかですね、なんとなくパソコンカタカタやって言ってですね、その生産性につながってない時間が、結構あるんですね。これは社長も社員も例外なく、あると思います。なので、その時間を削るだけでも、大部分はね、削れるし、成果は全く変わらないという状況になるんですよね。なので、この非生産的な時間を削るだけでもですね、結構仕事時間って削減できるんですよね。で、そして、仕事時間を減らした方がいい理由としては、今って、長く働ければ働くほど成果が出るっていう働き方じゃないと思うんですよね。で、例えば昔のですね、工業時代で、工場で働くことで生産性を上げてる時代だったんですよね。例えば、5時間働くよりも6時間働いた方が1時間分、より多く商品を作れるっていうですね、時代があったんですけども、今ってほとんどの人そうじゃないと思うんですよね。例えばこうやって動画作ってるもそうですし、ブログ書いたりとかですね、メルマガ書いたりとか、あと企画したり計画したりする仕事っていうのは、基本、クリエイティブな仕事なので、働く時間を増やせば増やすほど、その成果が上がるってことじゃないんですよね。なので、そういう意味でですね、働く時間を増やせばいいというわけではないということです。で、それに関係する理由としてですね、そういうクリエイティブな仕事って、リサーチとかで出てるんですけれども、休憩をですね、入れた方がいいというふうにされてるんですよね。これアスリートに例えると分かりやすいんですけれども、クリエイティブな仕事っていうのは、マラソンじゃないということなんですね。マラソンで長時間ですね、ずっと走り続ける競技があると思うんですけれども、クリエイティブな仕事でそれじゃなくてですね、どっちかっていうと短距離走というふうに言われてるんですね。で、短距離走っていうのは、ずっとやっぱ走ってるわけじゃなくてですね、もうその一瞬でやっぱエネルギー爆発させて成果を出してですね、あと休憩をとって、で、また一瞬でエネルギー爆発させるっていう、この連続技の練習をするわけですよね。それで成果が上がるっていうことなんですけども、クリエイティブな仕事もそれと同じだということで、やっぱ休憩が必要なんですよね。で、脳みそにも休憩が必要で、休憩入れないと脳も疲れちゃうということなわけです。なので、長時間ですね、ずっと働き続けるんじゃなくて、短時間集中して働いて、休みを入れると
ですね、この連続技でやっていくとですね、非常に成果が上がりやすいということなわけです。まあ、というふうに考えると、一日中こうずっとね、だらだら仕事しているか、短時間で、ぎゅっと絞ってですね、仕事して、で脳を休めてっていうのをね、繰り返すと、まあ、成果が上がりやすいというのがですね、まあ、出てるわけですね。で、もう一個ですね、仕事時間減らした方がいいっていうのは、これ締め切りの効果なんですけれども、まあ、1日ですね、12時間あると。今、夜中の10時、11時まで働けると思っていると、その、やろうと思っている仕事をですね、どんどん後回しにしちゃうんですよね。これ後でやればいいやと思って、こう夜中までダラダラやるっていうことになるんですけど、でも午前中3時間しかない、午後3時間しかないっていうやると、これ締め切りの力でなんとか終わらせようとするんですよね。そうするとめちゃくちゃ生産性上がるっていうですね、まあ、ことがあるわけです。まあ、そういう理由でもですね、働く時間を増やせばいいというわけじゃないということです。で、特に社長の仕事は脳が疲れていると成果が上がらないので、まあ、短時間与えて休ませるっていうのを繰り返した方がいいのかなと思います。そしてですね、もちろんこの休んでる時間っていうのは、単にぼーっとですね、例えばテレビ見てるとか、寝てるとかじゃないわけですよね。やっぱり働いてない時間も、なんだかんだで仕事のことを考えてるわけです。で、その時にこういいアイデアとかが出たりするわけですね。で、社長の仕事ってどっちかというとそっちをですね、優先させないといけない仕事なんで、まあ、そういう意味で働く時間を減らした方がいいんじゃないかと思います。というわけで、今日は働く時間を3分の2にしましょうということでした。また明日お会いしたいと思います。